はい、ではですね、今日は2023年の、論文式試験、不動産鑑定士の論文式試験の合格者のお一人であります、山本健太郎様ですね、にお越しいただきまして、その合格までの道のり、いろいろとちょっとお伺いしていきたいと思っていますので、担当しますのは、レクセン講師の高坂と申します。普段、会計学の方を担当させていただいているんですけどね、ちょっと今日は山本さんにお越しいただきまして、ちょっといろいろと、大体同じような境遇ですね、やっぱり働きながら受けられるという方も多いと思いますんでね、ちょっと何かヒントになればと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。ではまず、山本さん、まず一番最初にお伺いしたいんですけれども、不動産鑑定士という資格を目指された、取得しようと思われたきっかけ等ですね、ちょっとそれがあれば、お話をいただきたいと思います。そうですね。私、仕事をしている、弁護士として仕事もしているんですが、その時に、特に相続事件とかでしたら、不動産を扱う案件が結構多いんです。で、その中で不動産評価ってなった時に、ほとんど鑑定士さんとか不動産屋の方に丸投げしてしまうというか、で、任せっきりというような状態で、本当は我々もね、もっと主体的にね、議論に参加しなきゃいけない、そういうことをもっと弁護士としてできるように、不動産の評価に深く関わっていけるようにやりたいなと思って、この道を目指したと、そういうことがあります。わかりました。で、そうすると学習の開始時期なんですが、大体いつ頃から学習というのは開始されていらっしゃったんでしょうか。2018年の1月ぐらいからやったと思います。わかりました。で、今ちょっとお話がありました。普段弁護士としてご活躍されているようなんですが、仕事と、多分おそらく今までのお仕事も忙しかったかと思うんですが、仕事と学習、勉強の両立についてということで、何か工夫されたこととかがあれば、ちょっと具体的にお話しいただきたいと思うんですが。そうですね。本当に仕事をしていると、時間の段取り通りできないんです。なので、計画立ててもなかなかうまくいかないとかあったり、やる気なくしたりとかいうこともあるんですけど、私の場合でしたら、やっぱり通勤時間とかがすごく、時間、1時間今半ぐらいかかるようなところから通ってるんですけども、その時間はもう勉強に充てると、あと、土日は、どちらか充てるというような形で、土日もできない時もあるんです。そういった時はもう本当に、一生本当に通勤時間だけやってたような感じっていうのもありましたね。直前期はちょっと時間の調整をして、さすがにその時期は根詰めてあった時期はあったんですけど。例えば、個人で独立されて弁護士事務所だと、ある程度時間に融通は効くと思うんですけども、そういうような状況ではなかったということですか。試験前にちょっと休みを多めに取れるとか、そういうふうな環境にはあまりなかったんですか。割と皆さん、自営業って言ったら、なんか自由な時間っておっしゃるんですけど、やっぱり依頼者がいる中でやるんで、やっぱりこちらよりかは仕事の方やっぱ優先しなきゃいけないと。で、代わりがいないので、やっぱその関係でどうしても仕事の方を優先してしまう。で、だんだんなんかその仕事が勉強しない言い訳になってきたりとか そういったこともやりながらはしてたんですけど、ただ直近、特にその8月とか論文前になってくると、割と裁判の期日とか入らなくなる時期があるんで、その時期は割と時間が取れてたかなという感じはしますね。わかりました。では、鑑定士の、特に論文式をちょっと中心にお話を伺いたいと思うんですが、論文式の試験科目、4つですかね、得意科目と、それからちょっと苦手だった科目、それぞれについて、内容ですね、それからどんなところが、得意だったのか、あるいは苦手だったのかということで、ちょっと得意科目と苦手科目について少し具体的にお話をいただきたいと思います。まず、民法は当然得意というので、当然ではあるんですけど、得意はどっちかというと鑑定理論と会計学も割と好きな方でした。暗記にやっぱり時間、勉強時間を割けるっていうのも、もう一つあると思うんですけど、で、苦手はもう演習問題が大の苦手でした。もうこればっかりはもう、その電卓叩くのが割と私は下手くそというか あと数字も結構
無頓着といったんですかね、きっちりしてないところがあったりで、やっぱ演習問題がすごい苦手でしたね。で経済学も初めの方はすごく苦手だったんです。もう何を言ってるか全然わからないようなところからスタートして、でなんか後半になってきて多分ね経済学はかなり得意になってきたというような感じですかね。何か、演習鑑定評価理論の演習とか経済学だとやっぱり計算とか数字を扱うというイメージなんですけども、なんか、不得意ながらもこんなところを工夫すると うまくいったなんていうもし、エピソードがあればちょっとお伺いしたいなと思うんですが、何かありますか。やっぱりまず手を動かすというのはすごい大事かなと思って、やっぱそこは絶対時間避けてはいけないと、私の場合先ほど言いました、こう電車の中で頭でこう考えながらやるんですけど、やっぱそれではやっぱり実力がつかなくて、やっぱりもう一つ一つ書いて練習して書いて練習してと。で経済学に関しても森田先生も結構計算のところとかも大事にされてて、やっぱりそれもきっちり、でも絶対自分で解いてくださいって何回も言われてたので、それはやっぱり やったらやっぱりできたかな、きたかなって感じですね。そうですね、特に私も普段鑑定士以外の資格も担当しておりまして、やっぱり計算もあるんですが、やっぱり講師が説明しているとなんかこうできた気持ちになってしまう。普段私公務員の試験なんかも担当しているんですが、若い子たち自分でできた気持ちになっちゃう人がいて、必ず自分で手を動かして確認をしないと実際解けないケースがあるんですよって話はよくしているんですけども、じゃあやっぱり電車の中以外でも実際手を動かしながらきちんと学習されたってことですかね。やっぱりもうそれ、まあそうですね、本当にそれと、あとちょっと演習問題の時なんですけど、私割となんかその音楽を聴きながらやるというか、好きな音楽を聴きながらやったりして、なんかちょっと息抜きとこう勉強というのをこうなんかちょっと曖昧にするというかいうような感じでやってて、まあそれもだから演習問題やる時にすごくこうノリと言ったんでしょうかね、パッ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 とこうリズムでやるようなとか、そういうことをやったりもしてましたかね、問題で。やっぱり聞いてみると鑑定評価でもちろんウエイトとして一番高いんですけれども、暗記もなかなか大変だと言いますけど、よく、演習がとにかく、時間が足りないとか、なんかいろんな話をちょっと私専門外なんですけれどもよく聞くことがあって、やっぱり演習はもともとちょっと苦手意識があったというようなお話だったと思うんですが、やっぱりそれはもうとにかく繰り返すということで克服していくということになるんでしょうかね。やっぱりもうこればっかりはもうなんかスポーツと同じような感じのところがあるかな、もう理屈じゃなくて、もちろん理屈っていうのは初めのところで授業で習って、あと川原先生ので電卓の叩き方っていうようなことを教えていただいたりするんで、ああいうのも何回も何回もこう繰り返して、この打ち方をしたらこういうふうに速くなると、だからそういうのを何回も繰り返してやった感じですね。なるほどね。私もちょっと私の話になってしまったらあれなんですが、私も若い頃簿記なんかをやっていて思い出すのは、簿記の先生は簿記はスポーツだよっていうよく言うおっしゃっていて、なんかもうとにかくひたすらやりなさいと、分かんなくて今からとにかく手を動かせとよく言われたような記憶が昔ありましたけども、なるほど。でちなみに私が普段担当している会計学はもうここ最近のこの現行の試験員の先生がよくいわゆる穴埋め形式ということで、実は最初見た瞬間に私もこれ結構楽になるのかなと思ったんですけど、意外と受験生に聞いてみると逆で、穴埋めっていうことは要するに縛りをかけられてしまうから、より正確に覚えていないと穴埋めの部分が埋まってこないと、でなかなかこちらの立場としてもその穴埋めまできちんと予想するというのはなかなか難しいもんで、やっぱり穴埋め形式でこれをおそらく来年も継続するということが予想されるんですが、やっぱり受験生難しいですか、会計学の穴埋めっていうのはどうもこうも、ちょっとあれですかね。それ今年とかも本当に分からなくて、全然太刀打ちができなかったっていう感じですね。そうですよね。その普段の勉強でもだから会計学のところは本当に言葉をやっぱ大事にしなあかんなと思いましたね。なんとなくっていうような書き方でやってると足元救われるというか、もうゼロか、点数取れるかっていう世界なので、正確に覚えるようには頑張りましたね。そうです
ですね、本当に会計学はこの穴埋めっていうのが、ただおそらくなんですけど穴埋めは続くと思います。この後ずっと試験が交代された後も多分この形式が継続していく。正直採点する方は楽なんですねもう夏の暑い時期に採点するのでまあポンポン丸つけられるので、まあ、そういう意図かどうか分かりませんけれども、穴埋めは続くんだろうなと思いながら、なかなかでもこれ意外と、ただよくこれも聞かれるんですが、正直なところそんなに穴埋めパーフェクトに埋まらないと合格できないという試験でもないので、まあ多少しくじっても、まあ、そこのところはまあまあ得点はくれるかなと思いますけどね、あとはやっぱりちょっと私専門外なんですが、やっぱり多くの方やっぱ鑑定評価理論一番上とかある、その鑑定評価基準、あとは留意事項とうとうこの辺の暗記のところでどうしてもこういろいろこう心が折れかかるというか、いろいろあるかと思うんですが、その辺の、鑑定評価理論の基準の、基準あるいは留意事項の暗記で何かこう工夫された点だとか、そういったところがあればちょっとお伺いしたいと思うんですが、何かおありになりますか。そうですね、どういったんですかね、覚えるランクといったらいいんでしょうかね、確実に覚えなきゃいけないところと、キーワード中心で覚えるところと、それとあと、まあ本当に純粋に項目だけ覚えるというような、もう理解じゃなくて項目だけ覚えるみたいな、なんかそういうのとかいろいろ暗記の精度というのがあると思うんですよね。それでちょっと暗記の仕方っていうのをちょっと変えてたかなという感じはします。じゃあ、全てを同じレベルで覚えようということではなくて、やっぱりちょっといろいろ色をつけながら、場合分けというか、まあ、しっかり覚えるところとまあまあっていう、ちょっと分けてるようなイメージなんですか。まあそうですね、まあ、例えば定義規定とかやっぱその辺というのはちょっと正確に覚えなきゃいけないと思うんですよ、初め書くところなので。そこはもう一言一句間違わずにって書いて、まあ、留意事項のところで、まあ、覚える、まあ、もちろん大事なところはきっちり覚えるんですけど、まあ、例えば今回の近隣地域のところの細かいところっていうのはできたらキーワードだけ覚えて、あとはなんとなく頭で覚えながらキーワードで書いていったみたいな感じので、まあ、全然書けないと、まあ、キーワードだけ覚えてるだけでも、まあ、全然違うところがあるので、まあ、そのあたり、ちょっとやっぱメリハリつけてやった感じですね。わかりました。まあ、おそらく多くの方がもう例外なくもう一番大変だと、鑑定評価理論ですね、暗記が大変大変って言いますけどね、なんとかしっかりと勉強してほしいなと思いますね。はい、では、ちょっと話また変わりますが、山本さんは先ほどちょっとお話、弁護士の先生のようなので、通常だとこの試験は民法という科目は、免除に申請すれば免除になりますかね。そうです、うん、それを、まあ、あえてと言いますか、そのどうしてわざわざ、初日の、1科目目ですかね、そこをわざわざ朝から受けに行くというのは何か理由とかあれば、お伺いしたいなと思ったんですけど、どうして民法を受験されていらっしゃったんですか。まあ、実はね、初めの時免除でやってたんです。よくよく考えてみると、免除で受けると、まあ、他の科目の大体平均のところで取られたりするんですけど、それを考えるとその民法で、まあ、いい点を取れると、まあ、それこそトップレベルのを取ると、まあ、他のところよりか、まあ、それでだいぶと点数稼げると。でしかも多少、まあ、私の司法試験を受けてたので、まあ、ちょっとキャッチアップすれば、まあ、解けるんですけど、まあ、そういう意味で他の科目をそこまで持ってくると、最高のところに持ってくるっていうよりかはもう民法を入れた方が端的に早いと。なるほど。民法というのはあれですか、学習というのはどれくらい、もうほとんど今までその司法試験のお勉強で若干ちょっとキャッチアップするぐらいでも到達できるもん、それとも結構やっぱり毛色が違うというか、ちょっとその辺のあれがあれなんですけど、やっぱかなりやっぱお勉強はされていらっしゃったんですか、鑑定士の民法用には。やっぱり、まあ、私とかでしたら改正法とか民法の改正法とかがあったんで、まあ、それはキャッチアップしなきゃいけなかったと。あと、まあ、やっぱりこう試験官とか、どういう形の形式で出ていくかというような、やっぱそれはちょっとちゃんとチェックはしましたね。で鑑定士の時でしたらちゃんとこう論文条文が親切に上がっているので非常に、まあ、楽というか。なるほど。で今回の場合でしたらこう当てはめの問題とか、なんかそういうのが出てきた
ってしてたんですけど、やっぱそういう、まあ、正当な理由のところの、あの釈迦法の正当な理由のところの当てはめっていうのがあったんですけど、まあ、そういうのも、まあ、普段から仕事でずっとやってるような内容なので、まあ、特にそれは勉強する必要はなかったんですけど。なるほどね。じゃあ、まあ、そんなに毎日毎日別に民法、なんか私もちょっと詳しいことがあるんですが、民法の改正が大きな改正があって、もう覚えるの大変大変って、他の試験なんかだと特にあの公務員試験なんかでも民法の改正は大変大変って言ってたんですけど、まあその辺はじゃあやっぱりしっかりとお勉強はされたってことですかね。まあ、そうですね、うん、ちょっと民法の改正のところはやっぱりかなり勉強しましたね。うん、全然あの今まで判例って言われてたのが本当に条文化されただけだというようなこともあったりで、それを知らなかったら新しい条文見てもなんじゃこれっていうような話になってしまうんで、そこはやっぱ勉強しましたね、かなり。なるほどね、わかりました。それからあの先ほど、電車の中で通勤時間を利用されたという話だったんですけれども、レックではあのモバイル鑑定評価基準とか効果系とか比較的あのハンディサイズの教材というものがまあったりするんですが、そういうものをあの結構電車の中では利用されたっていうことなんですか。うん、そのモバイルのとか、あとこの会計とかでしたらこの重要、論点、あ、じゃなくてごめんなさい、重要用語定義集とか、そういうのとかですかね。あと、まあ、比較的座れる場所なので、あの効果器がやっぱり一番よく使ってました。なるほど、わかりました。であとはそうですね、実はレックというのは、普段特に鑑定士の受験生全国にいらっしゃいますんでね、受験生からいろんなご質問を受けることがありまして、レックとしてはいわゆる、まあ、教えてチューターという制度があって、メールのような形で、まあ、ご質問を受けるという機会があるんですが、こちらは特に利用あまり利用されていなかったということなんですけれども、何か別に事情があってとかっていうことではないわけですか。そうなんです。今思えば非常に後悔してるんですね、はい、こんな制度が、まあ、なんかあるなっていうのは知ってたんですけど、まあ、分からなかったら、まあ、どっちかというと自分で文献とかネットとか見ながら、まあ、調べるという形になってたんで、まあ、だいぶちょっと遠回りしたなというところは、まあ、今思ってますかね。まあまあ、自分で調べること自体でも、まあ、こう本当に納得するところまで調べるっていうのも、まあ、それはそれで意味はあるんかと思うんですけど、それは使えるんだったら絶対使った方が良かったなと。なるほどね。そうですね。まあ、本当に教えてチューターという制度がありますのでね、何かちょっと勉強に関して疑問があれば、利用していただきたいなと思うんですけどね。はい。あと、やっぱりどうしてもこの試験というのは1年2年3年とどうしても年数刻むという試験になってしまいますので、その間学習上のモチベーションですね、やっぱりこれを維持するっていうのはちょっとなかなか難しいところがあるかと思うんですが、ちょっとその学習のモチベーションの維持の仕方、それからどうしても長年やってこうスランプですね、そういったものにこう陥ってしまうとか、何かそういったところの克服法といいますか、ちょっと何か、アドバイスできる部分がありましたらちょっと、コメントいただきたいなと思うんですが、何か、ありますでしょうか。そうですね、まあ、私の場合は本当に通信で、まあ、通学とかでしたらね、なんか仲間ができたりとかいろいろあるかもしれない、まあ、通信で特に勉強仲間もいなくて、であとまあその仕事が入ったりすると本当にこう一番モチベーション下がるのがこう計画通りにいかない時なんですよ。こういう形、もうここまでにこれやって、ここまでにこれやってて計画立てるんですけど全然これが達成できないと、でそれが本当にモチベーションが下がる原因になって出たんですよね。でそれを考えて、もうあまりそのどういったんですかね、計画を立てすぎないようにしたんです。まあできなくてもしゃあないというぐらいの形で、まあ、低い基準のこう計画を一つ一つ積み上げていくっていうような形をやって、であと、まあ、これは時間がなかったからなんかもしれないですけど、あんまり答弁自体も僕は書いてやってないんですよ。全国の最後の公開の時はやるんですけど、普段の答弁もあんまり時間がなくて、である意味その自分がどこの位置におるんかもわからんような状態でやってたんですけど、
ですけど、まああのでまあ、公開模試の時も、まあ、東連で結局すごいダメな成績が出かえてきてで、まあ、あのそれでもまたモチベーション下がるとというようなこともやってはいたんですけど、まあ、ただあの東連の結果が必ず本試験にあの、まあ、絶対的なのがここから巻き返している人もいくらでもおるよっていうような話であったり、あとは、まあ、私の場合なんか東連の内容を見てもその書き方とか 字の汚さとかねなんかあのそういうところで点が伸びてなかったっていうのがちょっとそれで分析できたので、あ自分のやってたその暗記とか理解とかそれは間違ってなかったんだっていうのは確認できたので、あまあだから、まあ、東連で一喜一憂もせず、うん、で計画も企画通りにいかなくてもまああのやれることはやったからとまあそれを自信を持って本茶に臨んだみたいな感じですね。なるほどね。確かにあの本当に普段私が担当している公務員試験なんかと比べますと、やっぱりちょっと正直年齢層が高い方が受験されることが多くて、家庭があったり仕事があったりで、まあいろんなアクシデントがあるだろうなと思いますけどね。あまり本当普段の勉強は一喜一憂しない方がまあいいのかなと思いますけどね。わかりました。はい、あとは、そうですね、うん、やっぱりまあ一発でもちろん合格する人もいます。レックの中には特に学生さんなんか結構一発で受かっちゃったなんていう人もいらっしゃるんですが、やっぱりどうしても社会人の方多いもんで年数が、経つんですけども、あの、山本さんご自身の目から見てなんかこんなタイプだと試験に受かりやすいだろうなとか、逆に、例えばご自身の経験も踏まえてこういうことがちょっと今まで振り返っての反省点でちょっとあれかなとか、なんか受かりやすいタイプ、ちょっと受かりにくいそうだなと思われるタイプが、合格者の目から見てもしありましたら、ちょっと一言二言コメントいただきたいなと思うんですが、まあ、今考えればですけど、うんあのまあ、どう言ったんですかね、まあ、私も最後の年とか本当にこうまんべんなく勉強するようにしたんです、うんうんあのまあ、得意不得意とか、まあ、分からないところはもういらなくてできるところ勝負っていうような感じでやってたんですけど、最後の年はもうなんかちょっととりあえず穴を潰していこうともうまんべんなくやっていこうというような感じでやったんですね。で結局、まあ、まあたまたまそれがこの、まあ、今年とかでも会計学とかでもなんかいきなり棚卸しがまた出たりとか、まあ、経済学でもね去年なんか2年連続ゲーム理論が出たりとか、鑑定理論で1章が出たりとか、まあ、そんなの見てるとまあなんかやっぱりまんべんなくやることが大事なんかなというふうにもちょっと思ってまして、だからなんか毎回毎回そのなんかトレンドでこうこうね、もう得意なところにかけてみたいなことをやるからまんべんなくやった方がかえってあの合格に近道なんかなというふうにも思ったりします。そうですね、うん、確かにあのね、あの本来であればお勉強一応まず一通りは勉強した上で、まあ、どうしても直前期、まあ、予想に頼るって方もいらっしゃるんでしょうけどね、まずは一通りまんべんなくお勉強された方が確かにリスクは下げられるかなと思いますね。うん、あとはそうですね、そろそろまあお時間も迫ってきたんですが、今年2023年令和5年、最終合格をされまして、今年の合格が、まあ、ちょっと今のコメントにもあったかもしれませんけど、今までの受験と今年の受験が一番なんか大きく違っていた点とか何か、これが今年の合格の決め手になったんじゃないのかななんてことがあれば、ちょっと お話をいただきたいと思うんですが、何かありますかね。まあ、あのズバリ言いますと、あのレックの方が結構できる自由率が高かったというのがやっぱり結構大きいかなとは思いますね。あの、まあ、あのすごく、まあね、あのやってる授業の内容とかも、まあ、きっちり復習したしましたし、あと、まあ、あの先ほど言いましたあの今年は、まあ、その棚卸し資産とかあの割とこうマニアックなところから出たりとか、マニアックというか、まあそのまあ、出ないだろうと言ってたところから出たりとか、まあ、そういうところを、まあ、ちゃんとあのカバーしたというところがやっぱ今回大きかったかなと。まあ、鑑定理論でもあの近隣地域のなんか細かいところとかも出てたりしてたんですけど、まあ、そういう時もあの、まあ、やっぱりまんべんなくやってたので、まあ、その辺を全部きっちりカバーできたというのがやっぱ大きいかなというふうに思いますね。なるほど、分かりました。で、普段は、まあ、レックの教材を使っ
てお勉強されてたようなんですけど、何かご自身でもいろいろとこうノートを取ったり工夫されたようなんですが、もしちょっとよろしければ、ちょっと一部ではあるんですが、何かご自身で作ったノートみたいなものがあれば、ちょっともしお見せして、OK な範囲があれば、ちょっとさらっとだけ。なかなか字が汚くてそれはちょっとわざとぼかします。ちょっといろいろと個人が書かれたものですからね、ちょっとその辺はぼやかして、例えばですけど、鑑定理論でしたら、鑑定理論こういうなんか今回出たこう近隣地域のとかでこう絵でなんか、なるほど、書いたりとかやるのが結構私好きな方で、ほうほう、ちなみに今ちょっと見ているのはこちらのノートで、サイズ的には多分これで広げて B5 ぐらいですかね、このくらいのを、結構ちょっとさらっとだけ、ちょっとあまりあれですか、ちょっとプレゼンター切り替えますが、こんな感じのでこうノート赤で重要なところなんですかね、これを赤で書いたりだとか、いろいろこう定義を書いたり、いろいろこうご自身の中でまとめやすい形でこうノートでペラ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 、ちょっとカメラ切り替えますが、ありがとうございます。このノートを作りながらで、これ鑑定評価理論だけではなくて、いろいろ他の科目も論文式の試験でいろいろ経済学の図が書かれていたりとか、会計学の定義ですね、そんなところとかいろいろ。民法はないんですか？民法はさすがに、さすがに民法は民法もあります。なんかちょっと判例の言い回しとかで忘れてたこととか、あと電卓とか演習ですよね、演習ので間違えたところとか、どういう間違いをしたのかっていうのはやっぱメモってますね。やっぱり電車で通勤時間がちょっと少し長めなもんですから、やっぱりいろいろとこういうノートを作ったりとかっていろいろ工夫をされながらなのかなと思いますけどね。わかりました。正直言いまして、もともとベースが弁護士の先生ですしね、もちろん大変な試験を受けられてからということなんであれなんですけど、なかなかそうですね。でちなみになんかちょっと今回の趣旨とは変わってしまうんですが、将来も鑑定士として登録するのも一方だとは思うんですが、なんか鑑定士としてやってみたいお仕事みたいなものっていうのはなんか終わりになるんですか？やっぱり訴訟案件といったんですかね、例えば継続賃料とかの案件とか、あと普通にこう競売物件のところの評価とか、そういうやっぱ裁判とかに関わるところですよね。そういうのを積極的にやりたいなということもありますし、同業種の方でもいろいろ不動産で評価で困っている方とかいらっしゃるので、そういう方のアドバイスできたりとか、そういうのできればなというふうには思ってます。なるほどね。もちろん単体の資格としても非常に難易度高いですね、十分収入源にはなるんでしょうけど、複合的に持っているとより相当相乗効果でいろいろまたお仕事の幅が広がるのかなと思いますんでね、ぜひ、この動画をご覧になっている方など何かヒントにしてまた皆さん頑張っていただきたいなと思うんですが、最後にこれからですね、不動産鑑定士の試験を目指されている受験生に向けてということで、簡単で結構なんですけども、ちょっと山本さんご自身の口から何かメッセージのようなものを、お伝えしていただきたいなと思いますけれどもね。そうですね、おそらく専業受験生の方ばっかりではないと思うんです。やっぱ私みたいにこう社会人で、家族持ちながら仕事持ちながら時間がなくてっていうような形でされてる方もいらっしゃると思うんです。でやっぱりすごく長丁場になるので、やる気なくすこととかも何回もあると思うんです。であとでただちゃんとやっこうどういうんだろうね、努力してやってると、どこかでこういう今回みたいに私みたいにラッキーな年とかが来て受かる時が来ると思うんです。それをこうどう言ったらいいんですか、あかんかったら運が悪かったと思って、ある程度努力してたらどっかでは受かるタイミングが来ると思うんで、やっぱ諦めずにやり続けると、やっぱそれが本当に大事だなというふうに思います。あと仕事とかでできなくても仕方がないと思うんです。本当にやっぱ仕事とか家族とかが一番大事なので、やっぱそういう中でやるんで、それで一喜一憂してももうダメだ諦めようと思わずに、それはそれでできなかったねと、けどもうモチベーション下げずに淡々とやるというのがやっぱ大事かなというふうに思います。そうですね、
よく言われる、やっぱり鑑定士の試験、客観的に見てると暗記が多いんだろうなと思うんですね。だからなかなか時間かかってしまうんでしょうけど、継続して続けていただければしっかりと着実に合格まで近づく試験なんだろうと思いますんでね、しっかりお勉強していただいて、今日の動画の内容から一つでも二つでも何かちょっと皆さんの今後の勉強のヒントになればと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、ということでそろそろ時間が参りましたので、今回ですね、2023年の論文式試験、山本健太郎様をお迎えしての、対談形式になりますけどね、とりあえずここまでにしておきたいと思います。本日はどうも山本さん、お忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは失礼いたします。はい。